こんにちは、小原です。今回の動画では正しい練習の順番について練習をしたいと思います。多くの方がゴルフにおいて様々な問題を抱えていますよね。例えばダフってしまったり、トップしてしまったり、スライスしてしまったり、フックしてしまったり、またはなかなか距離感が合わない、そういった問題があると思うんですが、私が生徒さんに質問をした時、こういう答えが返ってきます。例えばどういった問題を解決したいですか、どんなところに悩んでますかと言いますと、例えばスライスしています、フックしています、それを直したいというふうにおっしゃる方がいるんですが、スイングを正しく直していく正しい順番からすると、問題を解決していく順番というものも見つめていかなければいけません。例えば一人のプレイヤーがフックしてしまう、スライスしてしまうという悩みを持っていたとしても、その前に解決しなければいけない問題があるということがあるんですね。そういった意味で正しい練習の順番をしっかりと今回は覚えていただきたいと思います。ゴルフにおける問題は、先ほど申し上げたようにミート率、方向性、距離感、この3つになっていて、解決していくべき順番もミート率をまず改善すること、そして方向性を次に改善する、そして最後に距離感というような順番でご自分のスキルアップを目指していくことを、覚えておいてください。例えばミート率というのは、ダフってしまう、トップしてしまう、シャンクしてしまう、チョロを打ってしまう、あるいは空振り、こういったのがミート率が悪いということですよね。まず例えばちゃんと当たった時に曲がりがあったとしても、ミート率に対して大きな問題が頻発しているようでしたら、こちらの方を改善することを意識してください。そしてそれが改善ある程度してきたら、今度は方向性というところを見ていきます。方向性というのは、例えばフックしてしまう、右左に曲がってしまうボールですね。そしてスライスしてしまう、右に曲がってしまうボール、またはプルボール、左に引っ掛けるプッシュ、右に押し出す、こういったボールを改善していく、これが方向性です。距離感というのは、ショートしてしまったり、あるいはオーバーしてしまったり、この距離感に関しましては、ミート率、しっかりと芯で捉えられる確率が上がって、なおかつ方向性も右に曲がったり左に曲がったりしなくなれば、距離感というのはおのずと身についてくるものです。ですからコースに行った時、なかなか距離感が合わないという方は、距離感自体に問題があるというよりは、ミート率、方向性に問題があるから距離感がなかなか合わない、こういった順番、ストーリーをしっかりと覚えておいていただけるといいのかなと。そして最後に補足ですが、では具体的にどういったことを意識すればいいのかという疑問がここで湧いてくると思うんですけども、ミート率を改善するためには、ボディーモーションといって、体の動き方を改善していくことが非常に重要です。クラブを持たない、この体の回転の仕方ですね。例えばスイング中にこのように頭が動いてしまう、上下に動いてしまう、あるいは左右に動いてしまう、こういったボディーの動きに関して改善していくのが、ミート率の改善に非常にキーワードとして重要になります。方向性を改善していくためには、クラブコントロール、すなわちクラブヘッドをどのような軌道で上げていくのか、あるいはスイング中のクラブフェイスの向きをどのような向きに管理するのか、そういったクラブコントロールがこの方向性に、とても重要になっていきます。当然ですけども、一つ一つは完全に独立しているわけではなく、密接な関係が鎖のようにつながっていますので、完全に分けることはできませんが、このような理論をまず頭の中で理解していただくだけでも、自分の問題点を見つけるときに役に立つはずです。間違っても、自分の問題が本来はミート率を改善すべきなのに距離感を練習するといった間違えた練習にならないように、ぜひ今回の動画を参考にしていただきまして、覚えていただけるとありがたく思います。今回は正しい練習の順番について話をさせていただきました。ぜひ参考にしてみてください。